日本水泳界を牽引してきた競泳は存在感を失ってしまった。金を含む複数メダル獲得を目標に掲げたパリ五輪は、男子400メートル個人メドレーの松下智之、東洋大が獲得した銀1個に終わった。リレーを含めて27選手が参加し、入賞は13種目を数えたが、日本心はなく、自己ベスト更新も一人、松下にとどまった。 梅原隆之監督は、危機感、を口にしたが、現場の空気感はどこかよそ様のような印象が拭えなかった。メダルなしに終わった1996年アトランタ大会以来の定調ぶり。男女リレーで表彰台に上がっていた12年ロンドン五輪頃の競泳日本は、影もない。アジアや欧州勢が力をつけていることは確かだが、 選手が本番で力を出し切れるだけの準備を日本代表としてできていたのか。大いに疑問に残る、今大会中、浅いと話題になったプール。事前の情報共有は首脳陣の中でもまばらで、現場には下りてこなかった。選手からは、飛び込んだ瞬間に浅いと思った、急に皆そこだったのでびっくりした、という声が聞かれた。推進が成績に直結したと考えるのは安易だが、 重要であるはずの戦うフィールドについて伝える人がいなかったことは、問題の一端を映し出す。11個のメダルを獲得した12年ロンドン五輪前は、投王してプールの水質検査までしていたという。米国代表の選考会にも視察メンバーを派遣し、情報を集めるなど準備をしていた。梅原監督が、情報収集不足と言われるとそうなのかな と語るように、結果を残した時代のノウハウは引き継がれていないようだ。水蓮は現場の声を聞いて五輪までの強化合宿などを調整しているが、各代表コーチに属するチームの方針に依存し、日本として同じベクトルを向いている印象は感じられなかった。選手、そしてコーチは日々、成長のために練習を積み重ねる。競泳は個人競技だが、 こと五輪においては何よりチーム力が試される。28年ロス五輪での復活に向けては、リーダーシップを取れる人材の発掘が急務で、より戦略的に強化を図っていく必要がある。現場のトップがよそ様の空気では、選手があまりにも不憫だ。大谷翔太。